今回は練習の効率を上げるというテーマでお届けします。私は学生時代に何度かミュンヘン音大のクラウス・シルデ先生のマスタークラスに参加させていただいたことがあります。シルデ先生は、ミュンヘン音大の学長までなられたピアニストとしても教育者としても非常に偉大な、方でした。レッスンはとても愛情にあふれていた一方、とても要求は厳しく、すごくたくさんの刺激をいただいたんですけれども、手元にも今もまだまだ、クラウス・シルデ先生が残されたさまざまな、楽譜や、こういった、先生の指示が書き込まれたテキストが残っていて、まだまだ勉強することが山ほどある状態ですけれども、シルデ先生のレッスンというのは楽譜に一切書き込みをするなという、指使いぐらいでしたね。書き込みをした場合は、それで必ず譜面に小節番号を振ってきて、でシルデ先生に真っ白のノートを一冊手渡します。そして、先生の前で演奏していると、先生がここにそのノートに小節番号と注意書きをいろいろとバーッと走り書きされて、それをもとにレッスンが行われていて、非常に合理的なレッスンでした。で、私はその方法を取り入れて、楽譜には書き込みをせずにノートに、書き込みをするという方法を取ってきたんですけれども、その方法を改良して、今は楽譜に例えばこういった付箋を使って、自分ができないところを目印を、チェックしております。使う色は赤、黄色、青の3色で、赤っていうのはもう自分が全くできないところ、そこに赤を貼って、できるところ、でもまだまだのところに黄色、そしてもう一歩のところに青を貼って、自分がどこがどんな状態なのか目印にしています。そしてその貼った付箋に番号を書いて、その番号をこういったノートに書いて、例えば1アルペジオの手首の角度がうまくいかないとか、2これはできていて、もう少し時間をかけて練習が必要とか、3これはあと一歩だけど、例えば指の角度をもう少し研究した方がいいとか、そういうふうにこう書いて、いつも練習するときにこうやって隣に置いておいて、それを基準にその日の練習プランっていうのを立てて、でクリアできたものは、付箋を外していく。また赤でしたらだいたい良くなってきたら黄色にしたり、ほとんど良くなってきたらそれを黄色から青に貼り替えて、でもう問題ないなと思ったら青い付箋を取っていく。そして書いたものも斜線で消していってって、そういう作業をしています。自分ができないところを、パッと楽譜を見てすぐ分かるようにすれば、練習する時も無駄がなくなりますし、何より練習というのはできないことをできるようにすることなので、まず自分のできないところを把握する、どれくらいできないのか把握するっていうのは非常に大切なこととなると思います。皆さんもぜひこうした、付箋を使って効率よく練習をしていく、付箋とノートを活用して効率よく練習していくというテクニックを使ってみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はこの辺で、また練習に役立つ情報や音楽に役立つ、音楽が楽しくなる情報などお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。